激しい親子対決は曹操に軍配が上がった。曹丕は撤退の際、父に問わるものを託す。それはオリンポスの神の本拠地ゼウスを守る結界の解き方に関する情報だった。連合軍はこの重要な情報を手に進攻の準備を整える。今度こそゼウスを追い詰める。連合軍は意気揚々と神の領地に攻め込んだ。なんということでしょう。行く手にアテナとアレスの軍勢が。諸葛丹の予想が当たったっちゅうことか。お前さんの言う通り、準備を入念に整えておいてよかった。いえ、お役に立てたなら何よりです。あの神様たちを倒さないと前に進めないんだよね。だったら力を合わせて頑張らないと。ええ、何としてもゼウスへの道を開きましょう。さすがは神の軍勢。そう簡単に本拠に攻め込ませてはくれぬようです。なに、ものは考えようじゃ。この大軍に勝ちゃ意気揚々とゼウスに会えるで。ゼウス様、指揮はこの私にお任せ。リズナリ、私と一緒に前に出ようよ。お前様、行ってくるね。おねね様、引っ張らないでください。行ってこい三成。戦の指揮はわしと諸葛丹に任せればいい。おいお前、強くて賢いいい子だね。敵の布陣を見る限り罠はなさそうだが、皆警戒を怠らず進軍してくれ。はっ、軍事件いざ参る。体の動くうちに進んでおこう。真田の戦、よし、果敢に攻め敵の勢いをくじくぞ。あちこちに怪物がいる。操っているものが見当たらない。アレスたちが後方から操っているのだろう。私の前線に出る。先に怪物の数を減らしてやれ。くれぐれも無理はせんでくれよ。みんなで広がってゼウスの面を拝んでやるんじゃ。超支流剣山、真田の戦ご覧あれ。さてどういきますか。敵はどうも受け身に見えるの。少しでも足止めできればええっちゅうことだな。こちらにとっては悪くない状況です。積極的に攻め、少しでも戦力を削りましょう。私のものに。超支流剣山、おお、正気あふれる活躍だ。すぐに楽にしてあげる。どんな敵も我が槍で貫くのみ。軍を
殿は正気にあふれていて羨ましい。私も微力ながら尽くそう。迫ってきた。神々しい姿を見れば私の体も治るだろうか。各位、今は目の前の敵に集中しましょう。調子で頼むぞ。諸葛さん殿、随分張り切っておられるようですね。あの元気、私にも少し分けていただきたい。しずきよっていいだろう。俺自ら相手をしてやる。おお、いい戦ぶりだ。やれー、よし次行くよ。いつなり私が前線に出る必要はなかった。三成、一回でも考え込んでばかりだったでしょう。たまには思いっきり体を動かさないとね。お心遣い感謝します。ですが、先ほどから激しく動いているのはお峰様。そうだ、この俺が人間ごときに何度も。そもそも父上が余計なことを思いつかなければ。頼もしきご活躍、私も見習わなくては。このまま切り込むぞ。受けてみろ。遅れるな、人の子らよ。さすがは旋回の住人だ。この馬防御も全力で参る。もっと時間を稼げると思っていたが、人間を甘く見すぎていたようだね。ちっ、奴らがしつこいせいで失敗続き。このまま父上の元へ行かせてたまるか。これが人間の力か。父上、あなたの願いは叶うのでしょうか。さて、どう行きますか。ポーレーム、死の道を開かん。私も行く。今度こそあの男を。予測できない事態があるのか。私にはかなわぬ相手か。いや、諸葛一族として弱音は吐くまい。この俺が相手だ。来い。バチョ殿、蒼貴殿の思惑には感づいている。弱音。
ここは押さぬか。難しいかもしれん。花田の戦、敵を憎む気持ちは俺にも分かる。俺を我らに正しい。世界の危機を前に今は手を結ばねば。それがしは降伏する。大井殿のことは貴公らに託すとし。馬長、大井のことは私に任せろ。あのような手合いは理屈で解き伏せればいい。私も行くよ。あの子のこと放っておけないもの。よくやった。だが思うのがもっとできよう。違うか。よやった。戦もはかどるわ。復讐の邪魔をするなら誰であろうと許さない。私は悪夢を終わらせたいの。そんな悲しいこと言わないで。みんなで協力しないと世界が滅んじゃうんだよ。そう。でもあの男を撃てるなら世界が滅んでも構わないわ。戦闘も不調、私の体も不調。踏んだり蹴ったりとはまさにこのこと。復讐を遂げても元の世界に戻れば全て忘れる。お前の心は満たされないが悪夢は続くだろう。だからここで馬長を倒しても仕方ないんだよ。みんなで協力して早く元の世界に帰ろう。そんな、私をここで馬長を殺せば永遠に悪夢は覚めない。今はあなたたちと共に戦うしかないのね。新しい仲間が増えて嬉しいよ。宝徳、多い、これからよろしくね。うむ、この部、これよりはただ人のために振るわん。元の世界でなければ私の願いは果たせない。なら神を倒すために戦うわ。そうか、これで道を阻む神たちは消えた。あとはゼウスの元へ突き進むだけじゃな。みな、急ぐで。ほう、レーム、死の本分を全うしよう。復讐、それが私の唯一望むもの。うまくいったか。申し訳ありません。人間たちの信仰を食い止めることができませんでした。そうか、彼らはどんどん力をつけているようだな。面白い。父上、あなたはこの世界で何をしようとしているのです。
こんな大掛かりな仕掛けをしてまで。うん、少々試してみたいことがあってな。まあお前たちにもすぐにわかるだろう。それまで力を尽くしてもらうぞ。散々働かせておいて真意を話さぬとは、父にとって俺たちは一体何なのだ。この件もまたくだらん気まぐれではあるまいな。口を慎めアレス。父上はオリュンポスの神々を滑る王。そんな言い方はたとえ子であろうとも許されぬと思え。こと と次第によっては、あの話考える価値はあるかもしれんな。ついにゼウスとの決戦の時ですね。最初に戦った時より私たち力をつけられたと思います。それに結界の解き方も教わりましたし。オーディン、ロキ、ダッキ、そして破壊神、奴らの動向も気になるが、今は目の前のゼウスを倒すのが先決だ。うん、皆で力を合わせ神に挑もう。この世界の謎を解き明かすために。早く言いなさいよ、言いなさいったら。熊姫様、お許しを。恋に恋する乙女のための耳寄りの情報って何なのよ。実はとある村に男気あふれる武将がおるそうな。正義感が強く武勇に秀でた大食漢だそうな。大食漢の男。来た来た来た、長年の修行の成果見せる時。自慢の手料理で胃袋掴んで虜にしたる。カイ殿の料理は絶品。満たされないこの心が一時だけ慰められるほどに。この機を逃すわけにはいかないわ。すごくいい筋肉を持ってる人たちと修行できたよ。私も少しは身についているといいんだけど、早く大きくてキレのある感じになりたいな。それが私の唯一望むもの。私こそ真の三国無双よ。失敗は記憶に刻まれる。成功してよかったわ。戦の中でしか取り戻せないものがあるわ。
強敵に対抗するため一人でも味方を増やしたい連合軍。そんな折、正義感にあふれ武勇に秀でた将がいるとの情報がもたらされる。その男は類まれな大食漢だという。これを聞いた海姫は自慢の手料理で大食漢を虜にせんと息巻き、男が倉庫番を務める村へと出陣。海姫の料理を狙う王位もその後に従った。一方、大食漢が番人を務める倉庫には怪しい影が迫る。村人たちが蓄えた食料を根こそぎ奪い取らんと妖魔軍が卑劣な作戦を開始していた。さあ、今日は腕によりをかけるわよ。噂の男気あふれる大食漢はどこ？私も同行させてもらっていいかしら。あなたの料理が気になって仕方ないの。一体今日はどんなご馳走を？乙女の料理に資格はないわ。肉、魚、野菜、あっさり、こってり、何でも食えよ。とても素敵だわ。私にも分けてもらえると嬉しいのだけれど。もちろん手伝ってくれるならいくらでも。まずは大食漢の武将を見つけないとね。待ってなさいよ。相手は大食漢。これぞ乙女の腕の見せ所。私の手料理で胃袋掴んだる。カイ殿の料理は絶品。人に渡すのは惜しいけれど仕方ないのね。あんなところに食料庫。もしや大食漢の金が隠れているかも。誰だ？やっべ、娘の色見つかったか？噂の将じゃないのか。よからぬことを考えているの。倒さぬか。妖豆、この測量は我らの蓄え。渡すわけには。引っ込んでろ。食い物は俺たちが根こそぎいただくぜ。どうかしら。よしよし、趣味よく運び出せているよ。俺は一眠りしてくれ。お前ら怠けるなよ。任せよ。米粒一つ残らず盗み出します。そうよ、絶対許せない。かつて大食漢の彼らに手料理を振る舞う。乙女の女子力を見せつける好機、逃すもんか。
神通気をって、よし、中のやつらもとっちめたる。何、外で凶暴な女が暴れているだと。まずい、食料を早く運び出せ。シリアル近い、受けてみろ。広さの割に食料が少ない。すでに妖魔に盗まれたという。凶暴女が入ってきた。誰が凶暴女よ。お料理上司、せっかくあいつがいない隙を狙ったのに。あのデカブツよりよっぽど怖えよ。はぁ、誰が怖いですって。デカブツ、それに退職か。私のしかした、花田の一般的に上がる。あの兵士、どこに行くのかしら。追った方が良さそうね。くそ、覚えてろよ。ああ、また水木様に怒鳴られる。邪魔者は成敗したし、お料理女子に切り替えないと。やっぱり第一印象が肝心よね。真田の一派、ご覧あれ。大変だ、オイラたちの食料庫が荒らされてるだよ。悪さするやつはとっちめてやるぞ。ちっちゃい、ちょっと待って、まさかあの人が探し求めていた退職官の彼。そう、ちょちょでも。でも困ったわ、この状況だと間違いなく私たちが疑われそう。村のみんなの大事な食い物が、一緒に行きたい。メラが盗んだだか。はぁ、はぁ、はぁ、違う違う違う、私たちはただ美味しい料理を作って食べて。ご覧あれ、みんなのものを勝手に食っちまおうとしたのか。とっちめてやるだよ。あなたの暴れる姿を見ていると燃えてくるの。私も、だから私たちじゃないって言ってるでしょ。いろいろ頭きた。私でいいの？二人とも落ち着いた方がいいと思うけれど。ちっちゃ、聞こえていないよね。打ち取った、ずっとに投げちまっただ。みんなに合わせる顔がねえだ。このままでは巨女殿の誤解は解けない。盗まれた食料を取り返すしかなさそうね。じゃあ巨女さんにも一緒に来てもらいましょう。私たちが盗っ人じゃないって証明するの。敵は食料をどこへ運んだ。知っていそうな兵を問い詰めてみればわかるかしら。受けてみろ。あなたの暴れる姿を見ていると燃えてくるの。私も負けちゃなんですよ。みんな頑張れ。打ち取ったり。待って、何を慌てているの。真田の一家、ご覧あれ。俺は何も知らん。盗んだ食料の保管場所なんて全く知らんぞ。超知れん。もっと追い詰められないと言えないのね。なら望み通りにしてあげる。せっかく盗み出したのに食料が。これで食料の保管場所は分かった。後で回収しに行かない。ご覧あれ。助けに来てくれただか、ありがとね。
私でも酔えるかしら。酒があるとみんな喜ぶからな。でもオイラは食う方が好きだぞ。いいぞ、その調子だよ。超死竜の餌は息がいいな。私でいいの？抵抗しないで散って。真田の戦たご覧あれ。弱肉強食。お前たちだけじゃ食い切れなくて痛んじまうぞ。手伝ってやるから遠慮すんな。山のような食材も片っ端から料理してみせる。料理女子の腕なめんな。武士を信ずきよって。わあ、立派な桃。きっと大切に育てたのね。取り戻せてよかった。甘くて美味しい桃だ。今が食べ頃だぞ。
かく盗んだ食料奪われてたまるか。盗っ人はおめらだったが、けどおいら腹が減って力が出ねえだよ。それにしてもなぜキョチョ殿が食料庫に。知らない土地で腹も減っておいら倒れちまっただ。そしたら村のみんなが食べ物を分けてくれただよ。だから恩返しに食料庫の番人引き受けただ。なのに食料奪われちまうなんて。どうしたら。覚えておけよ。肉まんは食べ過ぎると太っちまうからな。俺たちが減らしてやってもらおうさ。はあ。そう、私はどんなに食べても変わらないし、抵抗しない、満たされない。ちって。いいぞ、その調子だよ。ご覧あれ。覚悟しろよ。こんなに多くの肉まんを奪っていたなんて本当に許せない。おいら肉まん大好きだ。半分こして食べるともっと美味しいぞ。ちなみにキョチョさんの一番の好物って何。おいら何でも好きだぞ。けど一番は、どうかは考えねえと決められねえだ。カイドウの料理は何度か食べたけれど、どれも絶品。他にはどんなものが作れるのかしら。煮物煮っ転がしや焼き魚は基本中の基本。あとは甘味ね。お団子にあんころ餅、それから。すごいわ、たくさん作れるのね。カイドウならいつか私を満たしてくれるかしら。我が棍棒のサビにしてくれるわ。ちっちゃ。カナダの戦受け止めよ。燃やし尽くせ。はや超支流剣山勝負や。勝負危ないね。私でいいの。超支流剣山。じゃあ子供が腹を押すかせて待ってるんだ。この米だけは見逃してくれ。この通りだ。そうだったの。じゃあ今回だけは甘い。もう一騎士目が泳いどるな。おねごと噛み砕いてくれよ。お米がたくさん。お米食うと元気が湧いてくるだよ。みんなの元気の源だぞ。食べ物を取り返してくれてありがとね。ぬすっとと間違えて悪かっただよ。よし、食料は運び出せたか。手だるいで。何ももたついてるんで、さっさと奪い取れ。ようやく黒幕のお出ましね。あいつのせいでぬすっと呼ばわりされたんだから。あれが泥棒の親分だが、おいらがとっちめてやるだよ。あなたの暴れる姿を見ていると燃えてくるの。私も。さあ相手になるぞ。カナダの一派
本題に入れるわね。お願い、あなたの力を借りたくて来たの。もし仲間になってくれたら、とっておきの手料理作ってあげる。あのおにぎりよりうめえもの作れるだが、おいら一緒に行くだよ。カイドナのとっておき楽しみね。今夜こそ満たされることができるかしら。ヌスッとと間違えて悪かっただよ。許してくろ。もういいわよ。それより今夜は腕によりをかけて料理するから、たくさん食べてよね。おお、ごちそうか。おめえ美人だし、すんごくいいやつだな。ちーん、それって正直な感想よね。ご飯に釣られたとかじゃないよね。ねえ、カイドのはとても素晴らしい女性だわ。どうか自信を持って料理に励んで。なんか二人ともやっぱりご飯目当てじゃない。まあいっか、新しい仲間が加わったお祝いなんだから、食べきれないくらいじゃんじゃん作るわよ。おいら嬉しいだよ。おめえたちのためにこれから頑張るぞ。想像してたのとはちょっと違うけど、こんなに喜んでくれるなんて乙女冥利に尽きるわ。よし、おいら頑張るぞ。うまくいったか。剣術、弓術、舞に蹴鞠まで忙しかったな。みんなにはいい鍛錬だったんじゃないか。俺はまあそれなりに全てできるからな。底知れぬ強者との切磋琢磨、我が剣がどこまで通用するか試せました。以前よりはいささかお役に立てようかと。雪村殿の槍術はまっすぐで潔い。澄み渡った貴公自身の心が現れているな。まさに死の道を進んできた者のみが持つ武勇。いえ、私などまだまだ学ぶべきことばかり。宝徳殿こそ力強く迷いのない戦いぶり、お見事です。まさに物の父としてあるべき姿かと存じます。身に余る言葉よ。だが貴公のような素晴らしい武人に認められたこと嬉しく思う。このような世界で出会ったのも何かの縁。共に切磋琢磨し武を磨かせてもらえばありがたい。願ってもないこと。宝徳殿、これからどうぞよろしくお願いいたします。君、恨みがある男がいるんだって。僕が切ってあげるよ。やめて。あれ、君腕が良さそうなのに切れないんでしょ。僕が追いかけて切ってあげようと思ったのに。私はこの手で復讐を果たすと決めているの。手出しは無用よ。
そんな親切心があるなら今夜付き合ってちょうだい。私に関わったこと後悔させてあげるから。君一体何をする気なの？大人の宴よ。たくさんのお酒と肉に囲まれて思う様のみ食らうの。それはすごいね。あなたは好きなだけ肉を切り分けてみんなに配ればいいの。お願いね。カイ殿は気立てもよくて美人、そして料理も上手と聞いているわ。え？まあね。よかった。今のところクマ的な噂は流れてないみたい。だから近いうちに私にご馳走してくれないかしら。うん、そんなのお安いご用。大井さんは小食？それとも意外とよく食べる方？私どんなに食べても飲んでも満たされない。意外。でもそれってやりがいがあるかも。よし、食べきれないほどの料理を作って大井さんを満足させちゃろ。ありがとう、楽しみにしているわ。巨女様は曹操様に仕え、孤高の異名を持つ方。私も同じく信長様のそば近くに仕える者として、その心構えを伺いたく参上いたしました。難しいことはよくわかんねえけども、尊敬すればいいと思うぞ。蘭丸も信長を尊敬してるんだってな。ええ、もちろんですが。だったらそれでいいと思うぞ。お言葉ですが、もう少し詳しくお聞かせ願えると。そんなこと言われてもな。あとはちゃんと食べて働けばいいぞ。蘭丸ちゃんと食べてるだか？もちろんです。いつでも万全の備えはできております。主を守り、戦場で花と散るために。そうか、おめえが散っちまったらおいら悲しいぞ。巨長様。そうだ蘭丸、おいらと一緒に畑仕事をやらねえだか？え？はあ、巨長様のお誘いとあらば。よかっただよ。きっとおめえにも大事なことがわかると思うぞ。銀千代殿の鎧は素晴らしいな。実用的でありながらとても美しい。気づいたか、この南蛮銅の鋼は火事が極めし最高の配合からなる一品でな。薄いが強度に大変優れ、刃は通らぬ。またこの曲線こそが鉄砲の弾を受けたとて、その衝撃を別の方向へと逃がして弾き、私への打撃をほぼ無に変えるという仕掛けなのだ。聞き手側は武器の取り回しのため軽量化を考えてのことでござるかな。いずれにせよ銀千代殿の潔さがよく現れている。そうか、宝徳殿ほどの武人に褒められようとはな。戻った暁には鎧師も褒めてやるとしよう。